おっさモーニング。時々深夜に一人家にいると無人島に一人ぼっちよりも一人だなぁと感じることがある。夜は感情できている分早く寝た方が健全だけど、この寂しさの正体を知りたくて夜の街を徘徊する。心配すんなよユッケ、一人ぼっちは寂しいもんな。いいよ一緒にいてやるよと言ってくれる仲間の面影求めてたどり着いた先はコンビニエンスストア。深夜のコンビニエンスストアによって缶コーヒー買って握りしめる。さよならはエモーションってザカナクションを流れてこない。エモいの要素が1ミリもない自分の服装、状況、カゴの中。カゴの中にパピコ入れておけば誰かと半分越して毎分毎秒照らし合う愛情できるのだろうか。パピコ開けた時の先っぽの部分、おまけみたいで、あれを食べる瞬間が一番ウキウキしない？免罪符のトマトジュース、レシートは捨てた。コンビニの万有引力半端ない。許さねえからな。ありがとな。帰宅。ちょっと散歩に出かけただけなのに、いつの間にか季節違いのサンタクロースみたいなことになってる。落ち着いて大人たちの夢を机の上に広げていく。エルチキー、大人のお子様ランチ、どこにでも絶対ある UFO、 これなら食べても許されそうな。チョコレート、メタマコちゃん、イカそうめん濃缶、免罪符。今回ね、可愛くて買っちゃいました。ジャケットで夕焼け今夜けの赤ビールと、いちごストロベリー台湾ビールみたいな。かわいい。こういう時に決まって隣にいるのはストロングゼロ。本当に大好きなのはビールな彼。この気持ちは一番絞りなはずなのに、寂しい時自己嫌悪の隣で寄り添ってくれるのは決まってストロングなあいつだ。不幸せになってほしいとは思ってないよ。だから幸せにならないでとイコラブが出てきてしまう。悪いことを覚えるのはいつも夜だった。最近出た 7% のミルクルトサワーも気になってる。酒感がなくてヤクルト飲んでいる気分だから腸内環境整いそう。可愛い顔した悪魔とはまさにこのことだよね。イカそうめんなら細いから大丈夫、太らないって OL の神チーも言っていたから信じてる。ポリポリとイカそうめんをかじりながら最大のミスに気づく。カップ焼きそばに入れようと思っていたポテサラ買い忘れた。一度目はあんなに軽足でコンビニまで向かえたはずが、二度目は足が鎖でロックされたかのように家から出られない。キッチンで仁王立ちしてると見つけてしまった。家のパラサイトに隠れていたじゃがりこ。カップ麺同様、お湯を注いでほぐすだけで、あら不思議、ポテトサラダに大変身。サラダにしてしまえばスナック菓子も瞬く間に免罪符。得意料理はポテサラにでもしておこうかな。カップ焼きそばのカロリー、あれっておかしいよね。ペロッと食べきってしまうのにどういうことって。早くカロリー表記間違ってるから直した方がいい。なんていうどうでもいい文句を言いながらも、大好きなんだよね。全部のろけにしか聞こえない。カップ焼きそば、初めてのブリーチ。表参道の美容師さんになりきって縮れ麺を染め上げていく。焼きそばにはトロトロの卵を絡めたい。卵黄と絡んでいる部分はエコひいきされてるみたいに、とりわけうまい。ポテサラ入ります。エルチキ入ります。現場からは以上です。ごつ盛り、筋盛りを超えてのこのカップ麺、ヨーロッパ中で流行った元祖盛神くらいの重さと迫力がある。いつでも真似できてしまうのも恐ろしいでしょう。一緒に共犯者になりますか。いただきます。おいしい。ずるぽずるぽとすするたびに何か悪いことをしている気持ちにさせられる。コンビニは背徳感を食わせてくる。思い出に残るような味ではないけれど、癖になるのは背徳感を食べているからなんだろう。ポテサラで水分が一気に奪われるけれど、チキンの油分が潤滑油になってくれる。ストゼロでグイッと流し込むのもいい。脳を直接殴られたかのような波動が襲ってくる。不思議。最近は完全食のカップ麺もちらほら見かけるけど、この栄養にならなそうなチープなクオリティがたまらないのですと、かつて追っていたアニメの主人公も言っていたな。あのね、じゃがりこポテサラめちゃくちゃうまい。私の得意料理、これからポテサラも入れるね。マヨネーズかけたらもっとうまいでしょこれ。お湯で薄めることでちょっと塩分が薄くなっちゃってるところあるんですよ。マヨネーズかけた方が絶対うまい。深夜にカップ麺なんてやべえやつだけど、きっと同じ罪を背負った仲間もいるはず。でもみんなで集まればたちまち東京リベンジャーズ、お酒まんじかやこと酒まんのメンバー拡大していこう。味付け卵取るのめっちゃむず。坂村春の酒祭りはまだまだ終わらない。もうここまで食べてしまったら今更ビールの1本2本カロリーが加算されたところで何も変わらない。どちらにしようかな。いちご狩りの季節なので台湾ストロベリービールでも飲もう。フライドチキンの油はエクレアではなくビールで洗い流す。ほんわりいちごの香りだけどそこまで甘くない。この季節たくさん出ているアイスやお菓子のいちご味はあまり得意じゃないけれど、このいちごビールはとってもおいしい。
子供の頃、家族と行ったイチゴ狩りでは練乳たっぷりつけてお腹いっぱい食べた。だけど小賢しくなった今は元を取るぞと何かと戦うような目でイチゴ狩りを見てしまうんだろう。損得考えない純粋な気持ちを取り戻したい。そんな気持ちで手に取ったのはオムライス、大人のお子様ランチだ。これどうしてコンビニのお弁当なのにこのトロットロの半熟具合を再現することができるんだろう。よくコンビニに入ってるお弁当の半熟卵って偽物だよって言われることが多いけど、これは本物なの？デミグラスソースがまた美味しいんですよ。基本オムライスのソースは私ケチャップ派なんですけど、たまに食べるデミグラスソースもめちゃくちゃ美味しいですね。ケチャップは母や恋人、身近な人が作ってくれる味。デミグラスソースはシェフのようなちょっと特別なお店で食べる味。そんなイメージが私の中ではあります。睡魔なのかドカ食いなのか、頭の中ポワポワ、脳内偏差値が下がっていくのがわかる。今の私なら横島な考えを抱かずに純粋な気持ちでイチゴ狩りを楽しめるかもしれない。ただ問題点を挙げるとするならば、練乳つけたイチゴ1個が限界だ。最後はトマトジュースで束の間の体をいたわる時間。トマトジュースはビールで割るとうまいんだよね。ブラックペッパーを最後にちょっと振ってゴクゴクと飲む。おいしい。アルコールはトマトマトマートの力で濃感濃感。糖質も四捨五入したらゼロですよ。最近最愛っていうドラマを夜な夜な一気にしたんですよね。吉高由里子さん演じる主人公が15年前の殺人事件の重要参考人として警察に追われるっていう内容なんだけど、その事件を追う警察の一人が偶然にも15年前の、まあ、両思いだった、お互いにとって忘れられない初恋の相手で、愛を取るか正義を取るかみたいな。翔太そう。でもね、その二人より主人公の頃小さい時から見守ってきたお母さんの会社の顧問弁護士の加瀬さんっていう人がいるんですけど、家族でも恋人でもないにもかかわらず、ずっと主人公を日常からも仕事からも守り続けるナイトの騎士のような存在で、それぞれも自分を捨ててもいいから大切な人を愛して守ろうとする最強の最愛が描かれていて止まりませんでした。人って家族でも、まあ、恋人でもない限り見返りを求めるじゃないですか。最初そうじゃなくてもどんどん途中から見返りを求めるようになっていくんですよね。なぜか、まあ、それが恋だったりお金だったりいろいろあるんですけど、そんな見返りを全く求めることなくずっと守り続けられたら、さすがにこっち側から惚れちゃいますよね。夜更かしするならぜひこのドラマをお供してみてください。夜のちょっと感傷的な時間だからこそめちゃくちゃ響くと思う。熱弁したらトマトの力に、後のことは全て託して、私は幸せな気持ちのまま猫をめでる。うわ、もう1時か。でも午前中ということはこれは実質朝ごはんってことだよね。セーフセーフ。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。じゃがりこで作るポテトサラダめちゃくちゃ簡単で感動しました。これから誰か来た時は、あ、ポテトサラダ作ったけど食べるって振る舞ってみたいと思います。私が一日外出録班長46話脳内サミットをコンビニ大月が制圧深夜のドカ食いを読んだ時のように、班長の夜中の大暴走を見て私が真似してしまったかのように、次は皆さんが真似する番です。免罪符のトマトジュースを買っておけば大丈夫なんで、レッツゴー。ほんじゃ